皆さんこんにちは。ヒューマンギルド長藤薫です。アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、本日はアドラー心理学で考える良い人間関係の構築法、困った人との付き合い方4というタイトルでお送りいたします。前回の3が2021年の2月にアップした動画で、今12月ですので少しお時間が空いていますが、だんだんとコロナの収束も見えてきて、人との交流というのが戻りつつあります。そんな中で出会う困った人との対処法、それがお伝えできればと思います。まずは良い人間関係って何だったっけというのを軽くおさらいしてみましょう。アドラー心理学で考える良い人間関係とはというところなんですけれども、この困った人との付き合い方シリーズ第1弾でもご紹介したのですが、そもそもアドラー心理学では何をもって良い人間関係とするのかというと、尊敬、信頼、協力、共感、平等、寛容、このね6つのキーワードをより良い人間関係を構築するための要素と考えました。では4回目の今回も、具体的なこんな方との付き合いに困っているというお悩みを事例に挙げてお話ししてまいります。本日取り上げるのはこの方、30代の女性 A さんです。小学校5年生と2年生の娘がいる母です。下の子同士が同学年のママ友の一人 B 子さんがとても苦手です。家族で出かけるというと、このコロナ禍なのにとか、感染防止策きちんと取っているのとか口うるさく言ってくるので、県内の人の少ない広いところで家族だけでキャンプするというと、うちも一緒に連れて行ってほしいなど一貫しないことを言い出します。もちろん断りましたが、陰で何か言っていたようです。他にも私や娘たちの持ち物を事細かくチェックし、上の娘のお下がりが欲しいとか、私の持っているカバンや財布などのブランドや値段を聞いてきたりします。娘同士はとても仲がいいので無下にもできません。こういうめんどくさい方いますよね。ではアドラー心理学見地から見ていきましょう。こちらも実は以前に触れたことがあるんですが、選べる人間関係、選べない人間関係というものなんですけれども、私たちが人間関係を構築する中で、選べる人間関係と選べない人間関係があります。ここにあるように、学校を選べても担任やクラスメートは選べない、会社は選べても上司や同僚は選べない、パートナーは選べてもその家族は選べない、選べない人間関係の中でどのような心の持ち方をすると楽になるのかというところなんですけれども、先ほどの A 子さんにとってママ友 B 子さんというのは、子供同士の付き合いを考えると選べない人間関係の一人ですよね。ではどういう心の持ち方をすればよろしいのでしょうか。選べない人間関係での対処法というのを3つ挙げてみました。まずね、物理的な接触を可能な限り避ける。相手が接触してこようとしたら笑顔で遠ざける。どの程度の頻度で会ったり話したりしているのかにもよりますが、少なくともね、嫌だな、面倒だなという気持ちがあるのであれば、現状よりも物理的な接触をね、減らしていく努力をした方が心の平穏に近づけると思います。とはいえ、喧嘩をする必要もないですし、子供じゃないのでね、絶交宣言などもしないでいただきたいんですけれどもね、後々面倒になりますから。なので、もしね、遠くで、あ、見かけたって思ったら、どうもって言ってにっこり笑顔で挨拶だけして、すぐに違う人と話をするとか、その場からスッと離れるということを続けて、自分を守るためにも彼女と物理的な距離を取る。なるべく、穏便に彼女から遠ざかるということ。そういったことをね、心がけていただくのもいいんじゃないかなと思います。でもそうなってくると、B 子さんはね、もしかしたら A 子さんに対して、執着してくるかもしれません。LINE なんかでね、ガンガンお誘いが来るかもしれません。その際にね、やはり、残念だけどちょっと都合がつかなくてと断ります。で、その時に、これです、2番目です。嘘をつく必要はないんですが、何でもかんでも馬鹿正直に答える必要もないんではないでしょうか。これはね、持ち物の詮索などにも言えるんですが、何でもかんでもね、馬鹿正直に答えていると、どん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 こういうタイプの方というのは土足で踏み込んできます。
それがやっぱりしんどいなと思うのであれば、例えばね、あ、忘れちゃったとか、いただき物だからわからなくて、なんていうふうにね、はぐらかす術を身につけた方が自分自身を守ることができるのではないでしょうか。ただし、こちらです。子供同士の仲は裂かない。親と子は別人格です。まあね、万一娘さんがね、このママ友 B 子さん絡みで何らかの嫌な思いをするようなことがあれば、もうそれはね、学校に相談するレベルの案件ではないでしょうか。また、娘さんのクラスメートって、ね、B 子さんの娘さんだけではないはずです。他のママ友の方もいらっしゃるでしょうし、そして相談者の A 子さんが、まあ、お仕事をしているかどうかはちょっとわからないんですけれども、ママ友ワールドだけでこう完結してしまっていると、ちょっとね、やっぱり息苦しくなってしまうと思うんですね。少し世界を広げて、他の方との交流の時間を物理的に増やすということも考えてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、本日は困った人の付き合い方4、めんどくさい人の対処法についてお送りいたしました。子供が成長していくにつれて、ママ友との関係というのは当然変化していきます。また気が合う人、気が合わない人がいるのもある意味当たり前ですので、無理に自分を殺す必要もないですし、すべて他者に合わせるという必要もありません。できればね、お互いにリスペクトし合える人同士と、過ごす時間を増やしていっていただけたら、心の平穏につながるのではないかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。